川崎 GPZ、川崎 GPZ は、いずれも川崎重工業が製造販売していたオートバイのシリーズ車種である。本校では、以下の2つのシリーズを合わせて解説する。初期の川崎の4ストロークエンジン搭載車種は、Z との社名が与えられるのが通例となっていた。以下、登場順に、大まかなシリーズを分類を列挙する。以上のように、Z。 GP シリーズの後継として登場し、ZZR シリーズへと繋がるまでの間の2世代を担ったシリーズであり、空冷エンジンから水冷エンジンへと搭載されるエンジンの仕様が変更された過渡期のシリーズでもある。シリーズにおいて、空冷エンジン車から初の水冷エンジン車、GPZ900RA2 型及び兄弟車、 GPZ750RG2 型の途中までエンブレムは GPZ のように Z が小文字でデザインされていたが GPZ900RA3 型以降及び GPZ750RG2 型の2回目の限定色からすべて大文字に変更された。なお一部に空冷エンジン車を F、水冷エンジン車を R 特別する慣例があるがこれは完全な誤り。 なお、先代の Z-GP シリーズも、車体ロゴでは GPZ となっているが、あくまで実際の社名は ZGP である。ありがとうございます。